どうも、ナツメグです。どうも、ライミです。お便りが届いております、はい、僕読んでいいですか？うん。ラジオネームチャペコさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。ナツメさんの声、話し方、笑い方、もう全部大好きです。恋しちゃいました。大好きです。これ自分に出したんですか？ラジオネームチャペコさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。初めてですね、自分で出すっていうのは。いや、僕が、うん、違うんだ。いや、まあ、否定はできないですけどね。らしいですよ。あ、ほら、なんかね、やっぱね、うん、やっとなんだろうな、時代が結構追いついてきたというか。はいはい。まあ、よく言われるんですよね、ちょっと時代を先を行くって。ようやくですね。ようやく、うん、まあまあ、こういう時代がね。うん。夏目さんの声、話し方、笑い方、全部うざいっていう人は今見てきましたけどね。いねえよ。いたっけ。いたっけ。何人も見てきましたけど、ついに逆方向に来ましたね。はあ、うん。いやいや、続きまして。はい、お便りがいっぱい来ております。はい、ラジオネーム得意げなタコさんです。熊本県の方です。はい。初対面のおじさんとは何を話せば仲良くなれますか？22歳女。ありがとうございます。おざます。初対面のおじさんと何を話せば仲良くなれますか？話題、この話題だと鉄板ってことですよね。うん。まあ、いろいろあるんですけどね。お、言ってやって言ってやって。3つ挙げていいですか？はい。スター・ウォーズ・三国志・ガンダムです。スター・ウォーズ・三国志・ガンダム、うん、の話すれば。うん。だいぶ、まあ、2、3時間は持ちますね。はいはいはい、はい、うん。あのね、うん、これ僕すごいうまいなと思ったのが、うん、すごい、まあ、20代前半ぐらいの女性で、うん、こうおっさんのねあしらい方が上手な女性がいて、はい、うんうん、でこう何人か男たちがいる中でその女の子のね、うん、話振られた時に、うん、ははーんって適当に返してで聞いたんですよ、うん、これ天才だなと思ったのが、それもいいんですけど、そういえば最近私パソコンを買いたくて、おすすめのパソコンって何ですか？あーって言っちゃう。おすすめをって聞いたら、そっから1時間、うん、あの Windows がホゲホゲって言った後に、いやもう Mac でしょっつって、うん、MacBook やてか何やるか次第だよねって話して。何やるか次第ですか、夏目さんでしょ。いやいや、僕はもう目標って変わってきますよねっつって。そう、いや僕はもう、うん、あの会話一切入らずに、はいはい、あ、その質問は完璧だなと思って、うん、でなんだろうな、ちょっとテッキー寄りのあのめんどくさい人たちは、自作パソコンやってる人たちは Windows とか言うんですよ。はい、はい、うん、で、いやいや Mac とかさみたいな。でちょっとねデザイン寄りな人たちは、いや Mac で十分でしょとか、で何やるかしだよねとか言って、 iPad だけでいいんじゃないの、そう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 、みたいな人も出てきてね。そう、うん、てかそもそもさみたいな、うん、パソコンで何、スマホでもみたいな、うん、大激論ですよもう。ほらで、うん、1時間ちょいずっとその話してて、うん、で女の子はあーすごい、さすが知らなかった、そうなんですね、セサルって言って。もうあともう目が死にながら、そう言ってんじゃねえ、そう、さすが知らなかったってボットみたいになって、うん、でずっとなんか多分ね、あの彼氏とかと LINE しながら、あーそうなんですね、知らなかったって言って、この人はつわもの、モサだと思って、たけるものと書いてモサだと、すごいつわものだと思って、いろいろ応用できそうだよね。できる、まあ、スマホ何買えばいい、でもカメラでもいいけどね。いやでもカメラだと僕とか例えばあの全然わかんないか。そう、パソコンっていうのはまあ絶妙なのかもね。おっさんたちはみんな持ってる、知ってるじゃないですか、ね、うん、もしくは、まあ、おすすめのスマホだと iPhone 一択になっちゃう気がするんで、うん、パソコンはね、パソコン絶妙だな。そう、いいと思って、やっぱデスクトップがいいよ。そうそうそう、いろんな選択肢がね。そう、しかもあと我々より下だと、うん、そんなにパソコン触ってなくて、あと Mac でも多分一択ですけど、うん、我々って多分 Windows 使ってたじゃないですか、昔使ってたね。そう、うん、だからあのそっち側も喋れるんですよね。うん、やっぱモニターは一周回ってブラウン管の方がいいよ。危ねえよもう。いやーこれなので、すごいいいわそれ。そう、うん、これ完璧でしょ。完璧、僕はもう感動しちゃったもん。いや このお便りくれた子は何歳？22歳。女、22歳。もう完璧完璧、完璧、うん、40歳ぐらいのおっさんと何を話せば仲良くなれますかはこれですよ。これで10年戦えるよ。戦える戦える、うん、おすすめのパソコン教えてくださいだけでもいけるわ。う、うん、うん、その後はもう脳死してて大丈夫。へえそうなんだ、知らなかったでいけるから。なんか最近どっかの女性誌のキャプチャーがさ、ツイッター話題になってて、はい、サチフセゾの層がさ、うん、ソクラテスみたいになってたって
何ですかその無知の知。最近変わったらしいよ。前ソって何だったんだっけ。そうなんだ。そうそう、それがスクラレスみたいになってるっていうなってて、それわざとそれ誰ら変えたんだ。はいはい。いやそれわかるけど、それちょっと僕引いちゃうわ、うん、だって絶対それ出版社の人たちがそうやってどうせツイッターの人たちがそこまで考えやるでしょ、やんのやるでしょ、僕なら絶対やるわ。どうせシェアしてありますよっつって何かねじ曲がってそうなっちゃったなと思って、ほらまあそれ貼っときますけど、うん、なので、はい、得意げなタコさん、熊本県の方、初対面のおじさんとは何を話せば仲良くなれますかに関しては、なんだっけ、なんだっけ、パソコン、おすすめのパソコンを聞くっていうのがいいですね、うん、うん、いやね、夏目さん、僕パソコン買おうと思ってるんですけど、はい、何買えばいいですか。まあでもそもそも何をやりたいかしら、うぜえうぜえな、ほんとサーフェイスとかは今はいいけど、まあでも Windows もね、うん、でも TikTok ぐらいしかやんないんですよTikTok はブラウザでいけんのかほら、そう、でもそんなんでまともに返さなくていいんですよ。あー、そうなんだ。へーへーって言っておけば、はい、あとは勝手にあのジジイたちが喋るんで。いやー、お便り、ね、これも言われたらちょっと僕は身構えておきますけど、はい、あ、そう、うん、身構えた方がいい。僕は身構えました。その手には乗んねえぞっていう対処でしょ。だって僕言いましたもん、その子に、うんうん、そうやって言えばおさんたちが喋ると思ってるでしょ。嫌な野郎だな俺は絶対喋んないから、ネタバラシやめろよ俺は絶対喋んないからねって言って、うん、でも周りの、うん、いやでもさって、夏目さん Mac だよねって言って、僕そっからひょいひょい、いや MacBook Pro の2017年モデルがついちゃってんじゃんはい、続きましてまだまだお便りが来ております。ラジオネーム佐々木崎咲さん、愛知県の方ですね。はい、なるみさん、なつめぐさんがお互いに相手が話したことの中で、この発言は心に残る名言だったなと思うことはありますかと、うんうん、佐々木崎咲さん、ありがとうございます。ありがとうございます。なんだろうな、僕一個いいですか。はい。昔も今も CA じゃんしょうもないね、あれはね、うん、うん、名言ね、なんだろうな、あれね、悪質なダジャレだよね低質な名言ね、多分。僕あとはあれかな、笑っちゃ、割と笑っちゃったのがね、KP でしょ。KP って何の略って、かくれんぽんところで、ちょっと呼吸が困難だった。かくれんぽ面白かったな。面白いですね、うん。ふと出るやつだよね、なんかね。そうそうそう、うん。何も考えちゃいないやつだよな。うん、僕面白かったのは、名言っていうフレーズじゃないけど、うん、あの、家の中、防犯用ポット。キャスト、はいはいはい、で、俺のパンツどこ誰が来たのキャラ設定よく分かんないって、ね、あれ面白いですね、うん、どういう家系ワンルームでね、そうそう、うん、あれはいいワンルームでね、おっさん二人とね、はい、住んでんだなっていう、あのシチュエーションは僕想像しちゃったらすごい面白いですね。涙ボロボロ出ちゃった。たまにあんだよね、あの二人で収録してて、はい、相手に言ったことにちょっとツボにはまりすぎて涙でぐらい笑っちゃうっていうね気持ち悪い絵だよな。名言なかったかな。でもフレーズとしてね、分かりやすかったのはかくれんぽと昔も今も CA 社が、あとなんかあったかな、いや、ま、結構あった気がするんだよな僕名言じゃないけどあれかな、うん、あのおすすめの本で、はい、読んでないのに堂々と語る本っていうので、はいはいはい、うん、僕読んでないんですけどねって言って、え、俺も読んでないっていうあれはすごい、なんだろうな、高尚な落語を聞いてるかのような落語みたいですよ。オチとしてはまあ綺麗にね、いい落語、うん、本当に綺麗だったなとなんかありますかね、名言ね。あとなんだろうな、うん、なんかあったかな、多分全部聞き直したら、あ、これだ、結構面白かったなと思うのが、あのちょうど500回目の時にワニの話したんですよね。100回で死ぬ、100日で死ぬワニはなぜ面白いかみたいな、はい、で何でも制限を設けて無理やりストーリー作ると面白くなるみたいですね、うん、言ったけど、あれ、あ、確かにそうだなって思った。まあそうですよね、うん、名言というかね、うん、終わりがあると良いっていうね、そうそうそう、あれ割と感心したな、うんうんうん、意外とあんだよな、意外とある、うん、でも何かって言われるともう500回もやってるからな、1話に1個くらいあればいいんだけどね、これがね、ないね、ないんだよな。だって僕前再放送の聞いてたらあれですよ、うん、なんだっけ、お風呂に入るとお尻が痒くなるそれ名言じゃないない名言だよ、名言じゃない、迷い方の名言だよしかもあれさ、何人かが分かるって言っても分かんねえよ、いや本当分かんねえよ、どう、なんだっけ、お風呂入った時に、はい、ちょっとお尻かゆくなっちゃって、はい、おしっかくじゃん、はい、めちゃめちゃおしっこしたくなる
現象あるやんっていうやつ。あるやんってやつ。あれ名言だよね。ないない。昔ってさ、はい、いや今もそうなんだけど、はい、あのレベルの話を公開したんだよね。やばいよね。やばいよね。今はしない気がすんだよな。さすがに我々もちょっともう今500回を超えてですね、うん、こうこれがね AI だったら多少はラーニングしていくわけですよ、うん、こういうこと喋った方が反応がいいなとか、うんだねうん、まだ何もなかった状態だったので、ね、結構ねさまよってましたけど多少はいいこと言おうとするでしょ。今多分多少はいいこと言おうとしてんだろうね。そう昔はそれが一切ないから野放しなんだよ割と荒いんだよね。荒い100前後だからすげえ好きなのが、はい、そのレベルの話がガンガンあって、はい、わこれすげえ素だなと思って本当に俺お風呂でそう思ったんだなっていうお風呂入っててねポリポリ おしっこ行きたくなるなってこれそれをさポリカスで走る意味って何なのか全然分かんないなんでっていう何なの無邪気さみたいなのがすげえあんのそれなんだろうな、どこなんだろうな、夜あれかな、お風呂入ってた時にこれ話そうってなんのかな、ないその瞬間急に降ってきたんだよそういえばさそれをさ言っちゃうのがすごいよね言っちゃうのがすごい、どうでもいいもんね、ブレーキ、うん、あと昔の話で、はい、最近雨が多いっていう回があって、はいはい、雨多いですね、うん、秋ぐらいに言ってるやつですよね。そうで聞いてみたら最近雨が多いっていう話で終わってんの5、6分ね。そう。いやー、割と。どうでもいい。うん。ああ、そういう回があってもいいのかな。うん。でも、そういう回だけだったら500回続いてない気がする。そうだね。いやー、でも、いいことを言いたくなるけど、全然言ってないんだろうな。まあ、そうですね、うん。思いつくのが、一番最初に思いついたのが、昔も今も CA 社だからな。そうだね。いやー。名言ね、これから名言を作っていきたいなと思っております名言が出るポッドキャストどんぐりFMをよろしくお願いします。